ポートハーコート国際空港は、ナイジェリア連邦共和国のリバーズ州州とポートハーコート近郊のオマグワにある国際空港。1ターミナルを国際線と国内線で分けて運用している。2012年には125万人の旅客数を取り扱い、ナイジェリア国内で3番目の規模の空港。改修工事が予定されていた。 本空港は2006年8月17日に電気を原因にした火災が発生し、翌日の18日にナイジェリア連邦空港庁は緊急回収のために空港を閉鎖した。国内線はサムムバクウェ空港、アカヌイビアム国際空港、マーガレットエクポ国際空港に、国際線はナムデアジキウェ国際空港、ムルタラモハンマド国際空港に振り替えられた。 火災による回収作業は2007年1月に開始され、同年8月に終了する予定だった。しかし、6月に技術者の安全性確保のために延期が発表され、2007年12月に一部再開工された。2008年の第一四半期まで日中のみの運用に限られていた。この回収によって、軽機着陸装置のカテゴリ3に対応した。ありがとうございます。